膵炎の方の結果が来ました。はい、なかった。ああよかった、よかった。これで何だろう、これストレスなんでしょうね。まあ胃炎は胃炎なんですよ、急性の、うんうん、でもストレスかもしれないね。急性膵炎はなかったのが、私は膵炎があってそんなさっきかなと思ったけど、肝臓でもないもんね。調子悪くなってからは、もちゃくちゃ俺でビプリンを出さんようにしとるでさ、今、うんうん、ストレスかな、うん、あるね、焼き餅、うん、そういうこともあるかもしれないです。あ、もう出そう出そう。ジャックさん、また手袋したもんね。あ、でもかまってちゃうんだもん ね、うん、ね、ここでもそうだもん、だってかまってちゃうんだもん、本当に。ストレス、そうこっちでも元気だもんね。そうしか思えなくなっちゃった。逆にストレスの方が対象ね、しやすい。いやでもそれもね難しいんだよ、かえってそういうのってさ。ってことはさ、まだこれから続くじゃないですか、うん、環境をさちょっと考えなきゃなわけですよ。でもよく、でもそのプリン怒った時になんでこいつ怒るんでしょうね。いやでそのプリンを嫌がった時に、痛いな。嫌がった時にチャップに、お前プリンが大きくなったから絶対痛くないよって言って言うんですけど。あ、でも俺が俺がだで、逆に言うとだって本当元気だったのでびっくりだったんですもんね。ストレスで、だからストレスだけで炎症マーカー上がる。じゃあすごい上がってましたよ、炎症マーカーは。いくつだったっけ、正常なかったもんね、あの CRP。ね、でも白血球も上がって、なんか戦っとるような感じですよね。まあ、でもさ、もともと慢性膵炎はやっぱあるからさ、はい、で、あと肝臓もあるじゃないですか、いや、門脈ちゃんと、はい、それでも吐くことは吐く、はい、だけどそれで吐くようだったら、アンモニアが高いとか、はい、TBA、胆汁酸が高いとか、だけどそれはなかったんですよね。で、膵炎もなかったから。そうやって思うと何、心なの、ねえ、そんな甘いシャイなの、難しい ね、心だと難しいね、難しい。まあ、とりあえずさ、なかったのは良かったですね。良、はいはい、かったです、本当で。昨日さ、結局夜20やって、20? 1日6時なんでね。そうです、はい、じゃあ今日の朝も20だ。あ、これ書いてあったもん、朝20でしょ。で、これ12時半にぐらいに20、はいはい、やりましたから、だからもう一回で体重、あ、おしっこした、やっと、うんちはしない。今日朝めっちゃくちゃしたっす。え、昨日帰って、すぐしんかった。昨日帰ってからは、雨降ってたもんで、うん、最初にしてもやつ寝る前に、そこまでしてないの、しないっす。で寝る前に連れてったんですけど、うん、しないときって顔をずっと見るんですよね、うん、いや俺今日いいわっつって、いや本当におしっこもうんこもしないときはずーっと顔見るもんで、うん、待っとってもしないんですよ。今日の朝もめっちゃくちゃ長かったですよ、うん、あれ夜したかな、してるんじゃないさすがに。いや、だってここでしんかったからさ、昨日は。いや、そういうとって先生連れてきたら寝る前連れてったんですけど、うん、いや違う違う、昨日夜しんかったです。しんかったの、朝まで。そうです、朝までしんかった。朝めちゃくちゃした、長かったですもん、ずっと待ってたんですよ。まあ、じゃあ反対に言うとさ、脱水してんだよね、うん、そんな。だって普通点滴したらさ、30分から2時間ぐらいでおしっこしたくなるからさ。で、今日はしましたわ。でも普段結構水ね、うん、水もプリンもチャックも飲むんですよ、うん、減っとるんですよ、水は、うん、水は飲んだ方がいいんですけどね、うん、一応先生が今、僕らがこう注射器でやっと栄養補助やっとっても水分が結構あるって言って、うん、そう、それでも結構飲んどるもんね、うん、だけどこの子さ、タンパク浪質性腎素って腎臓病もあるからさ、うんうん、腎臓病があると喉乾きやすいんですよ、うん、要はタンパクがおしっこに出てることは水分もおしっこに出てて、うん、普通の子にもおしっこの量が多いから、あ、なんかそうするとまだプリンの方がもっと水飲むっすね、うん、あいつアホみたいなの、もうおしっこマットすごいですよ毎日。あ、それとあのくしゃみはどうです、お家で。くしゃみね、俺あいつくしゃみがどうのこうのって言ったんですけど聞かない、うん、耳ですけどね、俺は。わかりました。
だし、まあ一応あのやっぱりちょっと免疫力をしてるから天眼天鼻は3回、まあ3回というかここでは 1、2回はやってるから1回は花見やったんですけど、うん、ただ花やると嫌がるけどね、天眼面白いですね、ちょっとね、うん、口の中にさ、どうしてもずっとペロペロしてさ、うん、あの目薬がさ、口の奥にちょっと苦味がつくんだよね、はいはい、でそれがうーんって気持ち悪いみたいなんだけど、まああれ抗生剤だから、はい、もうしばらくやると3回は3回以上やりましょう。そうですね。でうんちがまだしないんだよね。今度出るうんちはちょっと注目だね。あ、血が混じってる、うんうん、だからあのうんち持ってきてください。袋に入れて丸ごと、はいはい、もしうんちしてくれて、多分今日はすると思うんだけど、さすがにだって昨日60食べてるわけだからね、はい、この日はまあね、食べてなくて5グラム、10グラムしか食べてないわけだけど、合計でね、ここは10グラム。でもここで食べてますね。ここで目来る前に吐いたとしても、うん、そうですね。で昨日は60食べて、今日は今のところ40食べてるわけだからさ、そうですね、もう出なかった、ね、もう出なかったですね、そろそろ。はい、じゃあこれはちょっと観察してください。はい、はいはい、すいません、ちょっとじゃあ明日以降が、うん、もう難しい。いや、ちょっと相談してみるんですけど、うん、どうしようかなって昨日も喋っとったんですけど、うん、もう本当生まれる寸前じゃないですか。ですよね。あのさ、もしさ、あの今度測るにいいうんちが出てくれたらさ、はい、あの家で治療してもらってもいいですよ、はい、うん、で来れるところでまたちょっと点滴受けに来てもらえれば。だけど、はい、うんちに血が混じるとか下痢するとかさ、はいはい、吐くとかさ、かうんって吐かなくてもうってくるような感じ、吐く素振りがある前兆があるんだったらやっぱ治療した方がいいです、はいはい、でもすごい調子が、まあ、幸いシュッと良くなってるみたいだから、あのすごい落ち着いてたら、はい、家で治療してもらってもいいです。夜は一番来れるんですけど、で、夜来れるんだったら夜だけでも来てもらうといいですよね。はい、結構遅い。いや、もうね、今週からちょっとめちゃくちゃ大きい仕事やるので、はい、めちゃくちゃ忙しくなっちゃうんです。本日はまあちょっ ちょっと、相談してまだ、はい、この子次第ですわ。そうですね、はい、健康チェックはちょっとしっかり取ってくださいね。わ、はい、かりました。はい、で夜の薬はお願いしますね。はい、お願いします。